アルテアの脅威は去った。しかし、いつまた異次元からの新たなる侵略者が現れるかもしれない。今日も気を抜くことなく特訓を始めるぞ。マンネリ合体ゴー、アクエリオン。あー気持ちいい。あーすごい。アクエリオンエボル。なんかみんなだれてんな。最初の頃はあんなに気持ちよかった合体も慣れてくると麻痺してくんだよな。ミックスと初めて合体した時のあの感動はいつこ。そうなんですか。私は別に慣れてなんかないわよ。これはまずいですね。まずいというと？このままの状態が続けば、やがてはみんな合体レスになってしまうでしょう。合体レス？それはつまり、合体への興味が失われ、オーラレベルも上昇せず、強力なパワーも出なくなってしまうということですか？なんてこった。一体どうすればいいんです、クレア理事長。今彼らに必要なのは、新しい合体の刺激。それを発見するための緊急合宿を行うしかありません。名付けて、いろんな合体できるかな。というわけで、お前たちに集まってもらったのは他でもない、これより刺激にあふれる新しい合体を考える合宿を行う。刺激にあふれる新しい合体、そんなこと言われてもな。これまでにもう散々いろんな合体やってきたしね。それをみんなで考えるための合宿だ。まずは手始めに俺の考えた新しい方法を試してもらう。ドナール教官が考えた合体ですか？そうだ。ハイヒール型オプションパーツをアクエリオンの足に装着しての模擬戦。ゼシカ、イロハ、ミックス。お試し合体ゴー、アクエリオン。あー気持ちいい。こんなの初めて、最高。やっぱどう考えてもミックスだって合体慣れしてんじゃねえか。湯の葉のマンネリ感もすごいそう言ってられるのも今のうちだ。ハイヒール型オプション装着。アクエリオンの足にハイヒールが。さあここからが本番だ。ハイヒール型オプションを装着したアクエリオンに対するのはアマタ、カグラ、アンディだ。行けー。